坂本城は現在の兵庫県姫路市所社にあった日本の城。坂本城は兵庫県姫路市所社にあった日本の城である。本城は諸社山の南麓の断球端の平地に立地する平地で、付近に夢、前川、菅尾川が流れ、また稲葉街道や作州街道が交わる交通の用地でもあり、政治的な拠点には適地であった。 本場の規模は、江戸時代の姫路五両書き留めには、約百三十三メートル、約八十六メートルと記されているが、発掘調査の結果、周囲に堀と鳥を巡らせた百七十メートル四方の規模であったことが判明した。追記時期は、よくわかっておらず、赤松延伸により十四世紀初め、室町幕府初代春馬守後の赤松延伸より四代目の赤松義則の時代、 発掘調査をもとに、時期の上限は14世紀末、14世紀末から15世紀初め、15世紀初頭には、すでに存在していた、大永29年と江戸時代の地史、張間鏡に記載、赤松延伸の時代に構え居があり、築城は、後の1422年、赤松延伸の時代に築城され1422年に、大改修された、などとされている。室町時代には、 マりシュ後の赤松氏の政治的な本拠として使用されていたが、かき元年のかきの乱により赤松氏が一旦滅亡した後に山梨の支配下となった。その後、山梨と復興した赤松氏との攻防の舞台となったが、1522年を最後に記録が途絶え、16世紀初頭には廃城となったものと思われる。また、 発掘調査により、本庄の時期の加減は16世紀初頭との報告がなされた。2002年には現存する土類が、坂本城跡土類として、姫路市の市指定文化財に指定された。追記以来、代々赤松市の張間守護所として使用され、政治の中心地であった。柿津元年、赤松光介は、室町幕府六大将軍。 足利義則を慶の赤松帝に招いて暗殺し、下吉の乱が勃発した。三つ助は、坂本城に入って、山名持豊を主力とする、幕府軍と戦ったが、劣勢を覆せず、ついには防御力のない、坂本城では戦えないと判断して山城である、城山城に移動した。そして、坂本城は陥落、城山城の戦いでも敗れ、三つ助は自陣して、 城山城も陥落した。乱後、ハリマは山名宗運の文国となり、宗運は坂本城に入って、ハリマを統治した。しかし応仁の乱勃発後、赤松正則が山名氏をハリマから追い出し、赤松氏がハリマを再び平定した。その間の文明元年に正則は新たに、沖潮城を築いて、そこを本拠としたため、その後、坂本城は廃城となった。 ありがとうございます。